ニュースキャスターのカレです。今日のニュースをピックアップ。発売まであと2週間となったファンタシースターポータブル2、さまざまなコラボレーションが魅力のファンタシースターポータブル2に新たなコラボ企画が発表になりました。まず1つ目、モバゲータウンとファンタシースターポータブル2のコラボレーション。モバイルコミュニティサイトモバゲータウンにファンタシースターポータブル2の携帯オフィシャルサークルが開設されました。ここではファンタシースターポータブル2に関する様々な情報交換ができます。さらにモバゲータウン公式キャラクターモバ指をデザインしたコラボレーション武器がファンタシースターポータブル2のゲーム内で使用できるパスワードを配布するキャンペーンも行われますので、お楽しみに。そして2つ目、ソーシャルネットワーキングサービス Wixi とのコラボレーション。 Wixi アプリファンタシースターポータブル2天使の絆アプリがオープンしました。このファンタシースターポータブル2天使の絆アプリはファンタシースターポータブル2に関するプレイヤー情報を登録することで、 Wixi 上でファンタシースターポータブル2のユーザー同士がコミュニケーションできるというアプリです。ファンタシースターポータブル2の特徴でもあるインターネットマルチモードでメンバーを見つけたい時にも活用できますよ。またメッセージ送信機能もあり、その機能を使い込むことでフォトンポイントと呼ばれるポイントを貯めることができます。最大200までアプリレベルが上昇し、それにより Wixi アプリ内で合計60枚のファンタシースターポータブル2コレクションカードを集めることができます。そして3つ目、ファンタとのコラボレーション。こちらはキャンペーン期間中にファンタ公式サイトで無料会員登録を行い、サイトへログインするとファンタシースターポータブル2で使用できるレアなアイテムパスワードをゲットできます。またこのパスワードは製品版だけではなく、現在配信中の体験版でも使用することができますので、ぜひ遊んでみてください。さて、今日はなんとグラールチャンネル5特別企画をお届け。各地で開催されているファンタシースターポータブル2体験会。このイベントにみんなのアイドル、ラピちゃんが潜入リポートしてきてくれました。それではラピちゃんのレポートをご覧ください。どうぞ。ラピコです。今日はファンタシースターポータブル2の体験会を取材しにゲームズマイヤさんに来ちゃいました。今日はたっぷりレポートしちゃうの。キュッキュッ。さあ潜入しちゃうよ。キュ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 、わー盛り上がってる。すごいな、こんなにたくさんの人が来てくれてファンタシースターポータブル2大人気です。キュキュキュ。こちらの体験隊の方は整理中でさせていただいております。キュッキュッ。酒井さん、店長さん、とっても盛り上がっていますね。はい、どうもファンタシースターポータブル2プロデューサーの酒井です。はい、ゲームズマーヤ店長の秋谷です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当に思ってた以上にたくさんの人に来ていただいてて、すごい盛り上がってる感じで本当にありがたいですね。本当ありがとうございます。とんでもないです。もう本当私も今回すごい良くなってるので、もうその良さを何とか伝えられないかと、で特にやっぱり画面で見せて触っていただいて納得していただくのが一番だと思って、今回はちょっと特殊なテレビを用意して、テレビの画面いっぱいにこちらですね、大きなディスプレイに映して体験会が楽しめるようになっていますね。
でこれ4人で一緒にできますんで、これは絶対分かってもらえると思います、はい、キュッキュッ、今日の体験会はどうでしたか？はい、今日本当にね、触っていただいての方はもちろん分かっていただけるんですが、ぜひ今体験版とかも配布されたりダウンロードも取れますので、そこで触っていただいてですね、実際に感じて、ぜひお友達とやっていただきたいと思います。みんなで行くのが一番です。ぜひ楽しんでください。体験会に来ていただいた方には、パスワードのカードとかもやってますしね、予約していただいた方にもパスワードのカードをプレゼントしてますので、ぜひ体験会にも来て予約していただいて、体験版で友達と遊んでみんなに広めていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後にいつものやつをお願いします。はい、わかりました。じゃあ行きますよ、はい、せーの。4人で進む進化した RPG、 それはファンタシースターポータブル2。というわけで、いかがでしたか？体験会は各地で開催中なので、皆さんぜひぜひ遊びに来てくださいね。キュッキュッ、バイバーイ。とっても盛り上がってましたね。ラピちゃん、レポートお疲れ様でした。以上、グラールチャンネル5ヘッドラインニュースでした。それではまた、バイバーイ。すごい盛り上がってますね。なんか本当に思った以上にすごいたくさんの人が来てくれてたんで、かなり盛り上が、自分が盛り上がっちゃってましたよね。なんか嬉しいですよね。なんかいろんな人に話しかけられて、応援してます、頑張ってますみたいな、現場面白いですみたいな、ブログ見てます。ファンじゃないですか、もう酒井さんの。まあ、ありがたかったです。おー、これからは皆さんに質問します、はいはい、なので皆さんちゃんと答えてください。はい、はい、いきますよ、はい、お休みの日、皆さんはどうされていますか？休みの日よく会うよね。あ、本当ですか？うん、本当ですか？よく会う、大鳥、仕事じゃねえかじゃあちなみに、ゆっくりしたお休みが取れたら何をしたいですか？旅行ですかね。お、どこ？温泉とか。あ、今の時期だったらやっぱり紅葉を見ながら露天風呂に浸かるみたいなのがいいですね。温泉って好きですよね。そうですかね。あれですもん、あのファンタシースターにもあるじゃないですか、温泉って、うん、あ、なんで温泉なんすかって聞いたら、あれ、ファンタジー系のものって温泉ってあるもんじゃないのって言われたんですよ。でも日本のなんかアニメとかね、そういうファンタジーを見てると、絶対温泉のシーンある。これはファンタシースターの世界にも温泉を作るべきだろうって、はい、温泉作ったんですよ。なるほど。まあ、決して酒井さんの趣味、趣味じゃん。はい、じゃあ次の質問いきます。ゲームクリエイターになるにはどうしたらいいですか？で、この間の体験会とかでも、はい、とか、あと、ね、TGS とかで聞かれましたよ、その質問。なりたいって言ってるだけだったらやっぱなれないわけで、いろいろ考えること出てくると思うんですよ、そこに対してやっぱり努力していくことがやっぱ大事なのかなという気はしますけど、ね、でも企画として目指したいっていう人には僕も大学の時にゲームを作ってる時に言われた、映画とか見たり漫画とか見たりゲームとかしたりして面白いなと思った時に、それがなんで面白いと思ったかっていうのは絶対考えるようにしてくださいって言われましたね。で、面白くないなって思った時は、なんで面白くなくて、どうやったら面白くなるかっていうのを考えてれば、企画としてはできるようになるって言われますね。なるほど、なるほどと思って、フォトみたいになっちゃったんですよ。隊長、やっぱ隊長ですね。いや、ちょっといいですか、今の。いいですいいこと言いましたね。今日は本当に、貴重な時間を割いていただいて、そしてすごくためになるお話をたくさん聞かせていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後はいつものあれで、はい、あ、はい、締めたいと思います。はい、皆さん準備はいいですか？はい、おう、よし、背筋を伸ばして、せーの。4人で進む進化した RPG、 それはファンタシースターポータブル2。